いつもカーカーカーチャンネルをご覧いただきありがとうございます。今日は特別編です。いつもの松田社のネタではなく、最近私たちが非常に気になっているトヨタの新型プリウスについてお伝えします。デザインが大変かっこいい時代になっています。トヨタの店舗によって価格の解禁日が違うみたいですが、グレード別価格が私たちがいる地域のトヨタで判明しましたので、速報で共有いたします。単純に言うと PHEV 以外にエンジンが2種類存在します。現行型と同じ 1.8 リットルのハイブリッドとトヨタ初となる2リットルハイブリッドになります。それぞれ2つグレードずつ存在しており、通常のハイブリッド車は合計で4グレードになります。グレードの名称としては 1.8 リッターハイブリッドが下位 X グレード、上位グレードが U グレードになります。続いて2リットルハイブリッドの下位グレードが G グレード、上位グレードが Z グレードとなっております。こちらが 2WD の価格表になります。 X グレードが275万円、 U グレードが299万円、 G グレードが320万円、 Z グレードが370万円となっており、 4WD は 2WD に22万円プラスした形になっています。2リッターハイブリッドの Z グレードと G グレードの価格差が50万円となっています。 U グレードには 12.3 インチのナビ、シートベンチレーションなどがオプションでも装着できないことには要注意です。また Z グレードのみ外装の樹脂パーツがピアノブラック塗装されるナノイー X が付くオプションで、パノラマサンルーフが13万2000円を装着できるなど差別化が図られています。その他見せていただいた資料ですと、 G グレードと Z グレードの装備の差は価格相応の差がありました。トヨタさんは価格設定がとってもうまいと思います。付けたい装備によってグレードが絞られる印象を受けました。以上、新型プリウスに関する速報動画をお伝えしました。ちなみに住んでいる地域、販売店によって抽選、先着順など購入方法が異なるみたいです。なお、どちらにしても販売店で初期生産枠が何台までと決められており、どこの販売店でもほとんど枠が埋まっている状態のようです。またある話によりますと、初期生産枠から外れますと納期が1年から1年半以降は確定しているようです。新型プリウスを購入される皆さんはぜひ参考にしてみてください。それにしても新型プリウス人気がありすぎてびっくりします。今回 2.0 ハイブリッドはスポーツ性を重視しているみたいで、おそらくホンダシビックの PHEV を対抗にして間違いない動力性能となっております。ぜひ皆様も参考にしてみてください。基本的に私たちのチャンネルはマツダ車を中心に紹介していますが、興味がある車に関してはマツダ車以外もぜひ動画で取り上げていきたいと思っています。私たちは現在マツダの CX60 の納車待ちとなっています。今まで通り CX60 に関する動画はもちろん、マツダ車の様々なお車だったり、今回のように他社さんのお車でも興味があるお車であればたくさん動画を出していきたいと思っています。新型プリウス要検討中なので、また動向が決まり次第速報でお伝えします。次回は今週金曜日に動画を投稿予定なので、またぜひ見に来てください。いつもご覧いただきありがとうございます。 SNS フォローもぜひお願いします。コメントもありがとうございます。ではまた次回の動画でお会いできるのを楽しみにしています。バイバーイ。